どうも、中田敦彦です。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリーム現代社会、一流の雑談力編 <laughs> <laughs> コミュニケーションといえば、もう皆さん一大事ですよね。コミュ力ないんだ、とかね。 ええなんか、コミュ障なの私なんていう人も多いかと思うんですけども。まあなんか、カジュアルにね、コミュ力ない、コミュ障あ、あの人はコミュ力お化けとかね。いろんな言い方がされてますけども、やっぱりね、コミュ力のキーはこの雑談力であると。え雑談に力必要なのまずそこからですよね。でもこれが面白いんですよ。今回ね、参考にさせていただいたのがこちら。雑談の一流、二流、三流。 すごいですね。雑談に一流があるんだよと。このね、著者の方、ね、気流さんという方なんですけれども、営業マンだったんですね。営業をやってですね、最初は全然うまくいかずに左遷させられちゃう。お前も飛ばされるというね、飛ばすぞとね、違う部署行かされてる。いろんなあったんですが、そこからですね、本気でこの雑談力について考えたところを、 ナンバーワンのセールスマンになり、今ではコミュニケーションのスクールを運営しているという、えー、すごい方なんですね。その方のですね、一流の雑談力とは何なのか、なぜ必要なのか、ここですよね。雑談力とはコミュ力である。コミュ力って言うけど、一体何分けて考えると、これ話す力と聞く力ですよね。 まあ、話す力を勉強してます人多いと思いますよ。プレゼンが上手くなりたいとかね。人とうまく話せるようになりたい。人前で緊張せず喋れるようになりたい。そういう人多いと思います。逆に、話すだけじゃなくて聞く力欲しいっていう人も多いと思います。ね。阿川沙岡さんの聞く力なんていうのはね。もうベストセラーになった本ですから。皆さん、やっぱり話し上手になりたい。いやいや、話し上手だけじゃなくて聞き上手になりたい。そういう方多いと思います。それを合わせたのがコミ力であり、雑談力なんだと。 著者言うわけですね。この雑談力。え雑談に力必要まずここですけども、雑談ってまず誰でもできるわけじゃないですか。というか毎日してると言っても過言じゃないですね。近所の人、職場、友達、雑談なわけですよ。 逆に雑談じゃない、商談ばっかりっていう人いないですよね。友達と会ってすぐ商談しちゃうっていうね。そういう人は結構友達少なくなってきそうな感じしますけどね。またあいつ商談だぜってね。久しぶりにあの学校の友達から関わってきたら商談でしたってね。悲しいパターンありますよね。じゃなくて雑談をするわけですよ。ね、何してんの最近どうしてんのねあ。あ、あんなことあってこんなことあってさ、なんていうことを話す。これが一番面白いわけじゃないですか。ね。これを、 みんな誰でもできると考えているから、侮ってる。そういうわけです、著者は。これを真剣に考えると、圧倒的なメリットがある。パフォーマンスがぐっと上がる。何のパフォーマンスこれビジネスでもものすごく上がる。それはセールスマンナンバーワンになった。それ実績があるから、まさにそうですよね。だけじゃない。人間関係がぐっと良くなるよ。 これですね。いろんな本読んでると、すべての悩みは人間関係である。そんな言葉もありましたよね。確かにね。いろんな悩みがあります。悩み相談なんてもうね、ラジオ番組とか、いろんなところで悩み相談ってやられてるわけじゃないですか。言ってみれば、カウンセラーとか占い師さんなんてのも基本的に悩みを受けるっていうのをわいにしてるわけじゃないですか。そんな中で、ほとんどの悩みは人間関係。 ねえ、家族とうまくいかない、上司とうまくいかない、友達とうまくいかない、学校でうまくいかない、職場でうまくいかない、全部人間関係。これがパフォーマンスアップするのが雑談力だ。ええと。そもそもセールスマンにとって必要なのって、プレゼン力じゃないそう思ってるところに落とし穴があるんだって。プレゼン、プレゼン、プレゼンでは、コミュニケーションはうまくいかない。本当に必要なのは雑談。確かに。 実は、なんかね、訪問販売の人とか、一流の営業マンって、なんでもない話がものすごく盛り上がったりしません僕もね、思い当たるとこあったんですよ。ああこの本読んで。僕もね、実はプレゼンがうまいなんて言ってね、こういろんなことに褒めてもらったりもするんですけど、雑談は得意かっていうと、苦手意識だったんですよ。あんまり得意な印象なかった。楽屋で先輩の芸人さんとか、ね、大物司会者とかいて、なんか喋ったら、 でいいんだろうけど、どう喋っていいか分かんないなーなんて、もじもじしたりすることを日常茶飯だった。うちの相方、雑談力のプロフェッショナル。むちゃくちゃ上手いんですよ。これを読んでて、ああ相方やってた。そういえば、そう思ういっぱいありました。それを頭の中で整理すると、僕も藤森になれる。ね。そう思ったんですよ。知らないだけ、コツがあるんですって、雑談には。はー、藤森くん雑談上手いですよ。 楽屋でいいと思な楽屋でタモリさんとあんな盛り上がってるの羨ましい。石原良純さん、良純さんとあんな盛り上がってる羨ましい。どんな先輩ででもものすごい盛り上がる。吉本のルミナの楽屋で香港さんとあんなに盛り上がってる羨ましい。私雑談力が本当に欲しかったんですね。プレゼンをさせたらうまい。しかし雑談はどうだろう。ここなんです。でも本当に大事なのは雑談力、コミュ力だ。これを僕も学びましたので、皆さんにシェアしていきたいなと、そう思っております。雑談には流れがあるっていうんですね。え どういうこと ?5 つの5ステップ。これを覚えてくれ。雑談をまず始める。それはそうですよね。でも雑談って一番始め方難しくないですか最初のどう切り出していいか分かんないですよ。雑談だから。えっと、なんか話しかけたいけど、ここ。その後に広げる。広がんないっすね。今日暑いっすね。暑いねー。かん。 というとね。終了ということが多いんですけども、広げるんだよと。その上で、相手のお話をもちろん聞くわけですよね。自分だけが一方的に喋ってるというタイプの雑談ってありえないわけですよ。聞くわけですよね。そして聞いた上で、普通に聞いて、へぇ、これ地獄ですね。<laughs> わぁ喋って聞いて、へぇ、これ地獄です。盛り上げるわけですよ。ね。で、4ステップ目で盛り上げて、あとこれ、始まったらこれ終わんなきゃいけないんですから。 終わり方がどうだこれ、好印象を残す終わり方をするんだよと。これ、当たり前のようですけど、皆さん、こうやって雑談について考えたことありました僕はなかったんですよ。おー、そうかと。で、この5つに切り分けて、すべてにおいて、ポイントがあるんだ。ここがものすごく、この本のパワーですね。 当たり前にやってきたことを真剣に考えた著者が5つにステップまず分けてみて、それを1個1個検証していった。さあ行きましょう。1本目。始め方ですね。これ面白いのがね、雑談の一流二流三流って言ってるじゃないですか。これ、雑談。 始め方三流はこうする、二流はこうする、そして一流はこうするんだっていうのを全部の項目で書いてくれてます。これ全部言うとね、こう多くなってしまいますのでギュッとさせていただいて、ところどころ三流二流のやり方も示していきたいと思います。まずですね、始め方三流はどうしてるか。三流は話しかけられるのを待つ。三流は話しかけられるのを待っちゃう。うわー俺ね。 楽屋での俺。はい、第三流でございました。三流の雑談男、中田敦彦でございます。ねえ、三流なんですって話しかけられるの待ってたら、でも楽屋って言いましたけど、皆さんもね、じゃちょっと立食パーティーだよとか、会社での打ち上げだよとかね、同窓会だよなんて言って、わーっと人がいたら大体待っちゃってませんここがポイントなんですって。三流は待つ。じゃあ二流は二流は 話す。自分のことを話す。どうもー、なんですね。いや、俺さ、今こんなことやっててさ、って話し始める。これは二流です。一流はどうするのか。徹頭徹尾。マインドを切り替えてください。相手に焦点を当てるんです。まあ、これは、あ、確かに。これね、どの本でもそうですね。相手を考えようと言われてると、そのまず大前提、ね。相手に焦点を当てるってどういうことですかこれ、質問力ですね。 質問をするんです。ね。確かに。それはなんとなくわかる。ここまではなんとなくわかりますよね。でも改めて著者は言います。相手に焦点当ててますか雑談するときに、まず相手に焦点当てんだよ。質問が大事なんだよ。それを思った上で聞いてみましょう。ねそして、ここ、具体的なテクニック出てきます。挨拶をしよう。これみんな言いますよね。挨拶ができない。これ三流ですね。おはよう。<laughs> 三流ですねこんな一流営業マン、大成功者いないですよね。もうプロのね、ものすごいバリバリの成功者でね、本当に、ソニー作りましたと、ね。パナソニックを作りました。とか言ってね、ああ、どうもどうも。人見知りっていうね、こんな人いないでしょ。大体基本、挨拶は大きいんですよ。ね。できる人ってのはどうも、ね、おはようございますね。ああ、お久しぶりですなんていうね、こういう感じで大きい声で挨拶するのは、 普通。これ二流です。じゃあ一流どうするか。挨拶に2プラスする。2です。はい。2プラスって何ね。例えば、おはようございますってありますよね。そしたら次に1プラスするとしたら、今日随分と出社早いじゃないですか。ね。もうそれ1個言えますよね。出社早いじゃないですか。3つ目行きましょう。何でもいいんですって。3つ目行きましょう。その流れで言ったら、 今日随分と出社が早いじゃないですか。昨晩ぐっすり寝れたんですかとか、ね。出社早いじゃないですか。朝活何かなさってるんですかとか、何でもいけるわけですよ。ワン、ツー、スリー。今日暑いですね。にもかかわらず、ものすごい元気そうじゃないですか。最近何かいいことあったんですかこれもう2プラスすると、話がぐっぐっと、ぐぐぐっと前に行くわけですよね。 挨拶だけをしてる。これ2プラスが馴染んできたら、損そういう風に感じるぐらい、挨拶には流れで2プラスしようっていうのが、これ一流の、まず最初の一歩らしいですね。面白いですよね。2プラスしようなんて僕考えたことなかったです。挨拶しろって。ぜ、その方がいいからって。ね。これ、ね、言われました、僕も。父親に。厚彦と。な。いいから、挨拶をしっかりするんだ。ね。そう言われて。 そっかーです、ね。芸人になるときも言われました。いいかお前ら若手はな、とにかく楽屋で大きい声で挨拶するんだ。挨拶のできないやつはダメだぞ。ね。楽屋でも行くんですよ。芸人さんの世界上下厳しいです。非常に厳しいんで。テレビの収録あります。えー、先輩が一緒に共演するんだったら、必ず楽屋でコンコンって言って、挨拶ね、これしないとトラブルになります。あいつ挨拶できへん若手やで。なんて言ってですね、わー悪い噂広がって、まあ、謝りに行くとかね。そういう、もういっぱいあります。 そのいっぱいありました。挨拶してないんですけどって言われてですね、若手の頃ですね、えー、結構な大物に謝りに行ったことも何度も私あります。大変です。忙しかったっていう言い訳はね、通用しないんです。え、オリラジさ、何ちょっと売れてて、な、忙しいからってさ、現場から現場飛び回ってなんか挨拶してないらしいじゃん。誰々さんに挨拶しなかったってありえないんだけど謝りに行きなさい。いっぱいありました。はい。だから挨拶はする。コンコン。今日よろしくお願いします。ガチャ。これやっちゃってたね。 やってました。これはうまずい。これ2プラスのですね。挨拶します。どうも、おはようございます。ね。いや、今日も何々ですね,ね。これでありますね。お久しぶりですね。元気してましたかその上で元気そうじゃないですか。何々ですかこういう風に聞くといいよと。ね。そして、ね。何を準備するか。ね。話し始める前に準備する。ね。大事、準備大事です。ね。これね。三流は、 準備しない。何にも準備せず。会ったら、おー、おー、えー、っと、熱いですね。こうなるわけですよ。二流はどうするか。話すネタを準備するんですって。今日、誰々さんと誰々さんに会いそうだから、何々の話しようかなって考える。それでも十分じゃないですかでも、この著者が言うんですよ。それじゃあ、二流だよって。話すネタじゃないんで、本当に準備すべきは表情。え この表情が最も大事なんだぞっていうことを言ってくるわけですね。同じ人でも話したくなる人とそうじゃない人ってどういう人か。顔、フェイス、すべてだえ。ミッキーマウスがなんであんなに愛されてるか知ってますか書いてす。いきなりミッキーマウスの人はスーパースターです。ミッキー、常に、笑顔、確かに。ミッキーがしょげかえって、 あのランドにいたことありますはーい僕ミッキーね必ず言うわけですね。今日はこんなに人が来てちょっと疲れるな。今日コンディション整ってないです。どうも、ミッキーです。 ミッキーの笑顔、みんな笑顔ですよね。あのエントランス入って、うわー、あのシルエットのマークがあって、バーン入って、ショーが始まって、パレード出てきた、ミッキー、しょぼー地獄ですよ。どうしてそうなった何があったんだでも普通に人間で考えたら、笑顔じゃないとか、仏頂面、あと、怒ってるんですかなんて聞かれる人ってよくいますよね。僕もね、こう普通にしてたら、機嫌悪いのなんてね。 なんか怖い顔してるよ。ね。疲れてるのなんていうことで言われちゃってたのは僕の落ち度。ねえ。もちろんもうにっこりですよね。これ大事。カフェの店員さんとか、ビア、あの、ビールを売り子さんで、野球場にビールの売り子さんでも、やたらと話、お客さんに話しかけられてる店員さんと、そうじゃない店員さんがいるっていうわけですよ。なんでか。待ってる時の顔。目を合わせた時の顔。ガチャって入った時に、よく来てくれましたねっていうのがもう聞こえる顔。 顔ですね言ってますね何か言ってますね顔力すごいですね顔力弱いですねそうなるわけなんですよやっぱりこの笑顔で語るこれができることが準備なんだよってえー、これも気づかなかったでもこの時ね僕バーンと思い出したのが藤森君んですよ相手相方 ね。相手っておかしいですよね。漫才の相手ではあるけども。まあ、相方がですね、楽屋で結構先輩と喋ってたんですよ。特に香港さん。ね。しんごさ、香港さんとあんなに楽しそうに喋ってたの。どうやって喋ってんのと。ね。だって、ネタのね、漫才芸人の楽屋と新喜劇芸人さんの楽屋と違うんですよ。ね。新喜劇芸人さんの楽屋の中でも一番奥に、香港さん。どう喋ってんのだからですね。いや、 あるんだよ、方法が。どうすんのそですね。香港さんの見える位置に、まず立っとくわけ。すごいよね。見える位置にまず立っとくんだって。その上で、目があった時に、微笑むらしいんですよ。したら、何してんねん。話しかけてくれるんだよ。そうやって話したいよっていう顔してたら、目に入った時にね、話しかけてくれるんだよ。すごい。天才だ。藤森慎吾、大天才。ね。 すごくないですか表示を準備する僕考えたことなかった。でもこれはミッキーもやってるよ。素晴らしい。さすが。コミュ力。ね。その上で名前を覚えてるか覚えてないか。ここ大事ですよね。三流は名前を忘れる。二流は名前を何とかして覚えようと。例えば意味付けをする。ね。勝利の章と書いて勝る。あ,あ、この人は。 勝負師の、勝負師のマサルさんとかね、登るさん、山に登るのが趣味の上登るさんとかね、いろんな覚え方あるじゃないですかね。一ーあの一ー選手と同じ一郎、うん、なんか打率のいい一ーとかね、かいろんな覚え方があるよっていうコツはあると思う。でも、一流はですね、名前を反復して覚えます。どうやって反復するか。それは、会話の中で無茶苦茶な回数呼ぶっていうんですよ。ね どうもー。あ、山本さん、お久しぶりです。ね。まあ、お久しぶりだったらあれですけども、まあ、例えば初対面ですね。お名前なんて言うんですか山本さんですかああ、あれは、そうなんですね。山本さんはどこのご出身なんですかああ、山本さんってそこから出てきたんですかえ、そうなんですね。青森県から山本さん、ええ。いや、山本さんって何回も山本さん言う。もう鬼のように呼ぶっていうね。まあ、略してやりたくなるじゃないですか。ね。あなたはとかね。 でも言わなくても呼ばなくてもね、いい。でも呼びまくるんです何回も何回も呼ぶっていうことで、覚えようって意図的にする。これね、すっごく大事なの。忘却曲線っていう概念があるんですね。これはね、僕も受験の時むちゃくちゃ使ってました。人間って一発で覚えようとしても覚えられないんですよ。ね。年号とか一発で覚えようとしても覚えられない。だから、忘却曲線に沿って、 それをコントロールしていく。これ受験の時にですね、僕学んだ方法なんですね。それどういうことかというと、一回覚えて覚えきれないってもちろんわかってるから、一回覚える。時間が経つと、こう、下がっていくんですよ。その記憶力がですね。その下がってきた時にもう一回、もう一回反復すると、ものすごくそこがぐっとわかる。また下がる。それが、下がり、下がりそうだな、下がりきる前に、ふっとやる。一日、一回だけ、その単語を思い出す。 トイレに貼っとくのがすごいのはそういう理由ですよ。反復してるんですよ。トイレに映像も貼ったりしましたよね。それをするとですね、トイレのために見る。だから定着していく。僕ね、漫才のネタとか武勇伝のネタもそうやって覚えてました。1日にね、2時間も3時間も練習しない。1日15分だけ練習して、また明日やろう、明日やろうと。でこれだけでいいのあっちゃん。藤森言いました。僕は言いました。忘脚曲線だ。これで覚える。大丈夫だ。言いました。その結果、あのね、早くて覚えづらい武勇伝。 なかなかネタを飛ばさずに済んだのは、忘却曲線があるんですよ。それを名前を覚えることに使う。この意識が、この意識ある人、絶対一流で言えばなれるでしょ。この一流の意識を持って雑談をしたら、誰でもできるっていう,人というふうに考えてる人と、ズバ抜けた差が生まれるよっていう話なんですね。なるほどなぁ。呼んでいこう。名前呼んでいこう。これ大事です。 ね。こうやって切り口できましたね。まずは相手が主役、話しかけてみよう。その上で質問をするんだ。それは挨拶に2プラスから入るんだよ。その時に表情を忘れなく話ができて嬉しいですっていう顔をしておきましょう。その上で名前聞いたら名前を反復するんです。いいですね。切り込めました。切り込んだ上で、じゃあ、どうやって広げるか。広がらないでしょう。 基本的に、親友だったら広がりますよ。2時間も3時間も長電話できることがあるかもしれない。カフェにいても、あ気づいたらもう3時間経ってたね、なんてことがあるかもしれない。でも、そうじゃない人とも広げれるから雑談力なんですよね。仕事の上司、あんまりなぁ、取引先、あんまりなぁ、情報もないし、知らないなぁ、こういう時にですね、三流の人は広げれずにカレーを作っちゃう。 じゃあもうそろそろスッね、なっちゃうわけですね。二流の人はどうするか。共通点を探す。よく言いますよね。相手と自分の共通点を探そうと。ね。だけど、ここの著者にそれじゃ二流だよ。なんでか。共通点はむしろ少ないから。地元が同じ地元じゃないですか。もちろん広がるよ。でも、ほとんどの場合同じ地元じゃない方が多いですよね。ええー、あなたもエヴァンゲリオン好きなんですかんじゃないことの方が多いですよね。 うん、え、あなたもサイクリングと釣りが趣味じゃないことの方が多い。じゃあどうするか。ここに注目する。共通点よりも相違点だと。違うっていうことをいいことだってするんですよ。このマインドの切り替えがすごい大事なんですって。違うじゃないですかっていう時にですね、興味を沸かせるんです。すると一気に相違点が武器になるっていうんですよ。 はあ、僕エヴァンゲリオン好きなんですよ。アニメご覧になりますからなりませんかじゃあ普段何見てるんですかええー、映画を見てる僕映画あんまり見ないんですけど、何が今面白いですかえ、洋画で何々が面白いどういうところが面白いんですか興味を沸かせることで、相違点はむしろ武器になる。ってなったら、ほとんどの人と相違点だらけなわけですから、武器だらけだよと。広げれるよ。 相違点をグッドとした上で、うわーって言って興味を持つわけですね。うわー、それ面白そう。聞かせてください。これで質問ができちゃうと。とうわ、すごいですね。その上で、褒めようって。いろんな本に書いてますよね。褒めようってね。でも褒めるのって難しいでしょだって褒めるところ見つからないんだもん。 普通に過ごして褒めるとこ見つかりますそりゃもう絶世のイケメン美女だったらねうわ美しいってね見たまんま褒めれますよでもその人のいい褒めるべきところってパッと見て見,え見当たらないじゃないですかねでどうするか三流は見つからないと諦めるねこれ褒めるとこない褒めたいけど褒めるとこないっす <laughs> 昨日も昨日もあったし昨日と同じだしとかね二流は無理やり褒めるええー すごい、いい靴 <laughs> わかんないですけどね <laughs>。謎に無理やり褒めるっていうね。うん、なんか、その時ね、伝わっちゃうんですよ。あ、こいつ無理やり褒めてるなと。で、こう無理やり褒められた時にですね、なんか、こびてる感じがして、逆に反感買ってしまうこととかありますよね。こういうのが落とし穴。じゃあ、一流はどうするか。before after を褒めてくださいって言うんですよ。ほー、before after。この before after っていうのは、要するに、 現在時点をまず聞くわけですよね。で、その現在時点がどうあれ、その人が何かそのことに取り,組ん取り組んでるのであれば、前より前に進んでることが多いわけですよ。だとしたらそれを褒める。ちょっと子育てにも似てますよね。だって子供の絵って決してプロみたいに上手いわけじゃないんですよ。だけど、うわ、すごいじゃーんって思えるのは、 2年前より格段に上手くなってるわけですよ。<laughs> 1年前あれできなかったのにできてんじゃん。すごいじゃんって親が子供に親バカになれて褒めれるのは前を知ってるからですよね。だから前と比べて褒めるのが一番いいわけですよ。ね。例えば。 俺、オンラインサロン始めたんだ。あ、そうなんだ。え、今、何人ぐらい会員がいるのいやまだ50人ぐらいなんだ。えー、でも始めた当初は、い、い何人だったのいや、始めた当初は大変で、まあ、3人しか集まんなかった。3人から50人にしたのすごいじゃん。それはさ、どういうコツがあるわけ褒めれるわけですよね。やっぱり前に進んでる。YouTube の登録、YouTube 頑張ってんだ。そうなんだ。登録者何人今ね、まあ、1500人ぐらい。 もっとね、1万人行きたいんだよね。1500人でさ、そっからちょっと伸び、伸び悩んでて。えー、そうなのでもさ、1500人でしょ開始当初何人ぐらいだったのいや、開始当初はね、もうずっと5人ぐらいの状態が2ヶ月ぐらい続いてて、そこから、あのー、旅の動画を上げた時に、そっから500ぐらいに増えて、その後、その、ピーマンの紹介をしたら1000になったんだよね。すごいじゃん。それすごいじゃん。旅とピーマンで1500人まで持ってたんでしょ えー、ちょっとどういうピーマンそうなりますよね。<laughs> ピーマンで何で伸びたかちょっと私もわかりませんけれども、そういうビフォーを常に聞いていくわけですよ。現状にその人があまり満足していないっていうことは多いです。それなんでかっていうと向上心がありますからね、皆さん。だから今こうなんだっていうことを言われても、その前を聞くことで圧倒的に褒めるポイントが見つかる。そしてそれは自然な褒め方ですよね。 なんでかっていうと、歴史を聞いた上で理解してから褒めてるから。訳わ,わかんないところ褒められたのをなんか刺さらないんですよね。一番褒めてほしいところって自分がちゃんと頑張ったところじゃないですか。それが見えるのがこのビフォーアフターを褒めるっていうやり方。このやり方を聞いただけでも僕この本買った価値あったなと思いましたね。うわ、嬉しいこれ。や、やるの難しいんですよ。褒めなきゃ褒めなきゃ。聞かなきゃ聞かなきゃ。 聞きなさい。褒めなさい。いろんなビジネス書啓発のように書いてます。でも、ここまで具体的に書いてくれてるのは、プロの営業マンだからですよね。これ、むちゃくちゃ僕刺さりました。before, after。常に誰かは進歩してる。褒めれる。大丈夫。ね。その上で、話の聞き方。これも具体的ですよ。むちゃくちゃ面白いですよ。ね。ネガティブなことを言われたときどうする。これね。いや最近なんかやる気が起きないんだよね。とか、 なんかもう体の節々痛いし、もうなんかもう無気力みたいな感じとかね。上司とうまくいかないんだよね。この職場マジでもうブラック企業だよ。うちの企業とかいろんなネガティブなことみんな言ってきます。愚痴ってきますね。やっぱり空気悪くなりますよね。おいおい空気悪くなるからネガ,ネガティブなこと言うなよなんて。でも言えないわけですよ。そんなこと言ってもしょうがないわけですからね。で、ネガティブなこと言われるときどうするか。三流は スルー。これ怖いですね。ネガティブなこと言ってきてるんですよ。へえ。嫌ですね。<laughs> 地獄ですよ、スルー。これね、スルーはこの雑談力によって最もいけないことなんですって。無視、スルー。これはもう暴力。これやっちゃいけない。ね。じゃあ二流はどうするか。同調する。え同調でも相当いいと思いません、ね いやー最近疲れてるんだよね。そうなんだ。疲れてるんだ。いいじゃないですか。それでいいと僕は思った。でも、もっと上。一流はどうするか。全力で。励ませ。来ました。全力励ましです。おいね。大丈夫だよと。ね。これはもう迷わず行きます。ネガティブは必ず投げてこられますから。ね。その時に、バーンね。松岡修造さんですよ。 なんで松岡修造さんってあんなに日めくりカレンダー売れましたみんな励ましてほしいからでしょ松岡修造さんに会いたいってみんな思うでしょなんでかね、まあ、同居はしたくないよ。だけどピンチの時には来てほしい。松岡修造。そう、ピンチの時に来てほしいのは松岡修造。なんでか元気出してくれるでしょできるよ大丈夫だよ バッチリだよって言ってくれる。そこなんですよ。これはね、もう反射神経で。あ、ネガティブ来たなと思ったら、バーン全力で励ますぞって。これもね、ほんのり励ましたダメ。えー、なんとかなんじゃんこれダメ。全力ですって。ちょっと待ってよねそんなブラック企業で君5年も頑張ってんのすごくないえ、だってさ、この前こうだったんでしょあれだったんでしょにもかかわらず、 こうやって頑張ったんでしょむちゃくちゃすごいじゃん。絶対乗り切れるよ。頑張ってこいこうなるわけです。こうすることによって、ネガティブが明るい気持ちになる。ね。同調も大事ですけども、その後たうん、そうだよね、そうだよね、でもね、大丈夫だよ大声で言う。松岡修造さんの励ましと他の人の励まし、どう違いますまず、声がでかい。ですよね。 修造さんがボソボソ励ましてるの見たことないですよね。大声です。すごい大声です。タレントさんって基本声が大きいのに、その中でもすごい声でした。僕一緒にご一緒したことあります。帰れまてんで。 帰れまてん。きつい企画ですよ。ね。メニューの人気ランキングベスト10を当てるまで帰れまてん。だいたいね、ファミレスが営業が閉じた後にやりますから、深夜スタートです。夜12時から朝まで絶対に帰れないことは分かってるんですね。深夜にスタートして1時間で終わりましたなんていうのは、ほぼパーフェクトゲームをした木村拓哉さんの回ぐらいです。こんな早い時間に帰れるんですか木村拓哉さんありがとうございますっていう、その時ぐらいです。すげえっすね、木村タクさんっていう、それぐらい、ほとんどの回では朝までやるんです。だからきついんです。俺も 坂カトシさんもね、もういろんな人が、その時ね、千鳥さんとかね、ブラマヨさんとかいろいろいました。全員がですね、悲壮の面持ちで、今日も帰れねえんだな。頑張るしかない面白い番組撮ろうと思ってました。そんな時にゲストでね、松岡修造さんが入ってくるんですよ。どうもーです、ね、頑張っていきましょうってですね、大声でした。すごいですよ もうね、僕がね、もう大外しするんですよ。このエビドリアが当たるんじゃないですか。エビドリアは5位ですかうーん、ガー !42、うわーみんなで避難ゴーそんな中でも修造さん大丈夫だーって言うんですね。<laughs> 大丈夫だよーエビドリア美味しいよーっていうわけですね。すごいパワーです。ね。励まされますね。これやっていこう。プラス、SNS でも聞き方あるよって言うんですよ。ね。盛り上げるにはどうすんのこれ。 来ましたよ。ボン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 技術出てきました。例え話がいいでしょう。擬音をうまく使うといいでしょう。一人二役して会話とかのエピソードは分かりやすく演じてみてもいいでしょう。そして、一人で質問して答えてみるのもいいでしょう。